親から道徳を学べなかったので心のノートから学びました。どうも、としどうです。最近うちの親がちょっとだけ道徳がなかったっていう話をショート動画にしてるんですけど、としどうね、小学生の頃その親のなんやかんやなんやかんやなんやのおかげでかなり貧乏してて、週に 1,2 回しかお風呂に入れなかったんですよ。それでいろいろな実害が出てきて、小学生って結構ひどいんですよね。クラスでは風呂に入れずにフケだらけで臭かった俺を隔離するために、としどうの周りの机だけめちゃくちゃ離されてて、それでしまいにはあだ名までつけられたんですよね。フケだらけで机が離れ小島になってるっていう理由で桜島って